日本眼球価客船はかつて東洋汽船が所有していた価客船のクラスの一つである。日本における最初の本格的な価客船であり、歌手客銃の傾向があった当時の日本の価客船とは違った趣きを持っていた。浅野財閥創始者、浅野総一郎率いる東洋汽船はこの日本眼球価客船を持ってサンフランシスコ航路を開設し、 航路は日本郵船への継承を経て40年余りに、渡って継続、日本の海運業界における花型航路の一つとして発展した。後年は大阪商船と海外業者の手に渡り、大阪商船に継承されたうちの一隻は太平洋戦争で戦没して、半世紀近い障害に幕を閉じた。なお、主に建造までの背景や特徴などについてもここで説明する。 これまで上海などの近距離の海外都市との間に航路を開設していた日本の海運業者が比較的遠方の海外都市に定期航路を開いたのは1893年のことで日本郵船がボンベイ航路を開設したのが最初である。日清戦争後に公開奨励法と造船奨励法が施行されると日本郵船が他社に先んじて欧州航路、 シアトル航路及び豪州航路を相次いで開設していった。こうした日本優先の動きに対抗心を燃やしていたのが浅野総一郎で従来から持っていた小規模海運業者を主体とする浅野海藻店を解散して海外への夕日を起とした東洋汽船を設立した。東洋汽船設立後、浅野総一郎は直ちにアメリカとヨーロッパに赴き、アメリカでは サザンパシフィック鉄道社長立ち会いのもと、パシフィックメール社及びオリエンタルオクシデンタル社との提携を申し入れ、サンフランシスコと香港間の航路を、パシフィックメール及びオリエンタルオクシデンタルの船舶6隻、東洋汽船の船舶3隻で共同運航するという形で設立する契約を取り付けた。朝野総一郎は次にイギリスに渡り、 複数の造船所に新造船の概要を提示して、そのうち、サー・ジェームズ・レイング社とスワンハンター社が、浅野総一郎のオファーに応じ、1897年に、レイング社が2隻、スワンハンター社が1隻建造するという内容で、建造契約を取り付けた。これが、日本岸急下客船である。船舶は96万円から120万円で、 提示されていたが、最終的には98万円。日本への開港費を含めると120万円に達した。1994年頃の価格に換算すると、全価四48億円、トンあたり80万円程度となるが、その当時のクルーズ客船の戦価も60万円から80万円で、あまり差はない。なお、建造所のうちサー・ジェームズ・レイング社は、浅野総一郎が、 石油事業で懇意にしていたサミュエル紹介と縁が深かった。日本眼球価客線就航当時の日本郵船や大阪商船などの貨客船は総じて黒塗りで地味な印象を与えていたのに対し、日本眼球価客線はクリッパー型船種を持ち、大々色に塗装された3本の鐘楼と2本の煙突、切迫色に塗られた船体で、とにかく異彩を放つものであった。 船の性能自体は PM 社のチャイナに順次、船形そのものは PM 社及び東洋汽船のライバルとなるカナダ太平洋汽船のエンプレスオブインディアに告示していた。造船関係海外コンサルタントの三浦昭夫は、コピーではなく浅野総一郎がエンプレスオブインディアをはじめとする、いわゆるエンプレス船体が印象に残っていたから、エンプレスオブインディアに似た船型となったとしている。 ただし、推薦魔帳と幅の比率は、エンプレス・オブ・インディアより小さく、バランスが良くなっている。また、三本の小籠のうち一本は収益後撤去された。その他特徴に関しては、資料が乏しいが、当時の新聞記事によれば、全二重体を持ち、客室は、特別上等室、特別婦人室、談話室が、各一室、上等客室が42室。 中等客室が6室、下等室は1000名の収容が可能で貴重品、貯蔵室と冷却室も装備されていたという。先客定員は1等106名、2等14名、3等383名で、3等定員は、チャイナやエンプレスオブインディアより大幅に数を減らしている。 日本岸急下客船3隻は1898年11月から1899年1月にかけて相次いで日本に開港され、第一船の日本岸は明治31年12月15日に香港を出版し、リモン、上海、長崎、神戸、横浜及びホノルルを経由し、明治32年1月14日にサンフランシスコに到着。 サンフランシスコ航路の第一歩を記した。第二戦のアメリカガンは明治32年1月15日、第三戦の香港丸は2月8日に、いずれも香港から諸女公海の都に着いた。もっとも初期の経営はノウハウが未成熟だったこともあって、パシフィックメール社に全面委託していたが、それがために日本人選客の不況を買うこともしばしばであった。一例としては、 アメリカ向け公開での食堂メニューがホームワードとされ、日本及び香港向け公開でのメニューがアウトワードとされていた。また、サンフランシスコ航路に関わる当時の情勢として、ハワイ併合とそれに伴う移民や貨物の輸送制限がホノルルとサンフランシスコ間の航海で適用されたが、これらの負の要素にも関わらず業績は上向きに推移した。当時、 サンフランシスコ航路を利用した戦脚の中には、孫文や野口秀夫といった顔も見られた。1904年から1905年にかけての日露戦争では三隻すべてが仮想巡洋艦となり、明治37年5月に陸軍部隊が両島半島に上陸開始した際には、艦砲射撃を行った。しかしこの日露戦争の前後から、 サンフランシスコ航路の情勢は大きく変化していった。1906年に東洋汽船の提携先の一つであるオリエンタルオクシデンタル社が運航を停止。もう一つの提携先であるパシフィックメール社と後発組のジェームズ・ジェローム・ヒル・ヒキール・グレートノーザン汽船会社は共に1万トンを超える大型船の建造に乗り出す。大型船の威力は凄まじくアメリカ側は このルールで、すでに確保していた、1140名に、キャンセルされたほどであった。これらの情報をすでに掴んで、大型船建造の決議をしていた、東洋汽船ではあったが、日露戦争の行く末がある程度を掴めるようになるまで、計画は、実行に移されなかった。そんな中、浅野は、パシフィックメール社のエドワード・ヘンリー・ハリマン社長から、日本岸急化客船程度の船舶では、 立ち打ちできないだろうから、日本眼急化客船をパシフィックメール社に売り渡すか、パシフィックメール社の持ち船すべてを購入するかという内容の交渉を持ちかけられた。浅野総一郎はハリマンからの話を、とりあえずはやり過ごしたが、間もなく、日本で最初の1万トンを超える大型船の講師である、天洋丸急化客船3隻の建造を決心し、就航させることとなった。 これより先、日本岸急下客船は1909年から南米西岸航路に就航し、天洋丸急下客船3隻が出揃ったのと、相前後して、アメリカ岸が1911年に、香港丸が1914年にそれぞれ大阪商船に売却された。日本岸は東洋汽船に残ったが、第一次世界大戦後の潜伏過剰により1919 19年に、 地理の業者に売却され、出ないこと解明の上浮き倉庫として1929年まで使用されていたが、以降の消息は不明である。アメリカガンと香港丸は台湾航路と大連航路に使用されたが、香港丸は船舶改善助成施設の解体見合い船として1935年に解体され、アメリカガンは1938年から日本陸軍の病院船。 1944年1月12日からは日本海軍の一般徴用船となったものの、それから間もない3月6日に米潜水艦のオチラスの雷撃で撃沈された。ありがとうございます。